こんにちは、鶴巻温泉治療院の溝口です。腰の要は腸腰筋のお話です。インナーマッスルの中でも内臓と脊椎の間にある腸腰筋、大腰筋と腸骨筋は大変大きな筋肉です。腸腰筋は骨盤をやや前向きに維持しつつ、腰椎を腹側に引くことで脊柱をS 字に維持するという、人が背骨を立てて姿勢を支える上で大きな働きをしています。また大臀筋やハムストリングなどの大きな筋肉が足を前に出すとき、単純に股関節を曲げる働きをするのに対して、腸腰筋は骨盤を引き上げながら股関節を曲げるという複雑な動きを可能にします。つまり股関節の動きをスムーズにするのです。腸腰筋が太くて強いと、大臀筋やハムストリングもトレーニングによってより太く鍛えることができますから、腸腰筋はスプリント能力に大変大きな意味を持ちます。この腸腰筋の太さが黒人は白人よりも太いと言われ、黒人のスプリンターが強いのもそのせいではないかと考えられています。また当然歩くのにも関係します。腸腰筋がしっかりしていると足を引き上げることもスムーズで転びにくくなりますし、早く歩くこともできます。早足で転びにくい高齢者はそうでない人に比べて腸腰筋が太いという調査もあります。また腸腰筋が弱まれば骨盤をきちんと支えられず、姿勢も悪くなり腰痛も引き起こすというわけです。では本日のお話はこれで終わります。